はいどうも、こまみれです。ええー、まあ、日夜 YouTube なんかでね、投稿してますと、たまーにね、あのー、虫が湧くんですよ。<laughs> コメント欄に虫が湧きましてね。まあ、あのー、まあ、基本的にしょうもないんですよ。うん。なんか、的をいた、なんかその、批判みたいなことをしてくるのって、本当にもう、本当に本当に本当にごくい、ごく,ごくごくごく一部で。 大体はなんかまあプライベートがうまくいってないんでしょうねなんかもうオナニーみたいな感じでねあのまあ日頃のうっぷんをあの俺のね動画をその代替えにしてコメントするみたいなのがすごく多いんですようんそんな中でね最近ちょっとねあのー、面白い、えー、コメントが来ましてうんまあ2年前くらいかなもう 2年前くらいに上げたね、あの、L、LGBT なんてクソくらいみたいな動画があるんですよ。まあ、ちょっとタイトルはちょっと過激なんですけど、中身としては、なんかそのね、その肩書き、その、やれ LGBT だ、男だ、女だみたいな肩書うんぬんじゃなくて、ね、みんな違ってみんないいんだから、なんかもうちょっとなんか肩の力抜いたらみたいな感じのざっくりした動画なんですよ。うん、まあちょっと話の主題はそこじゃないんで、まあ別に見る必要もないですし。 うん、気になららんかったらねでそのコメント欄にねなんか香ばしいなんかねあの虫がさあのやってきてね、えー、例えば、えー、そうやなこんなのとかありますよまあこんなのだったり他にはこんなものだったり、うん、まあ一時停止推奨ですね、まあ、極めつけはやっぱこれでしょもうやばいよねいい年して何やっとんねんっていう怖い 私はこれが怖い。うん。まあ、あの、ネットの話だからさ、嘘かもしれんけど、普通に考えてほしい。これがもしも本当だったら、ね、40にもなって、ね、インターネットでいきり散らかしとる悲しい人間だっていうのだし、嘘ついたところでさ、あのー、なんだ、誰に対して何の意味もなさん嘘やん、こんなって。ね。それをつくわけよ。うん。別に騙すわけでもなく。 ただ自分のそのね、あの話を通したいからっていう理由だけでこういうこと言っちゃうんですよ。たとえば嘘だとしたらね、それがもうすでに怖いっていう。うん。香ばしいね、コメントがいっぱい寄せられてくるわけですよ。うん。でね、まあ、たまにね、こういうのはね、あのこうやってスクショしてね、あの、面白いやつは、あの、ぶっちゃけ、だって俺のチャンネルだからここは。 <laughs> 言っちゃなんだけど、まあ、インターネットの世界だし、俺のチャンネルなんで、あの、俺の庭なわけですよ。うん。だからそこに入ってきた虫をさ、生かそうが殺そうが、何しようが、正直俺の勝手なんですよ。うん。俺の敷地なんで。<laughs> だからね、よくスクリーンショットしてね、あの、Twitter とかに晒したりするんやけどさ。<laughs> うん。いやー、本当にね、 まあまあまあ、でも、まともなコメントは普通にさらさんから、なんでもかんでもさらすってわけじゃないから、こういうなんか香ばしいアホみたいなやつに関しては、まあ、おもちゃとしてね、それはそれくらいの権利はあるでしょう。ね好き勝手書いとるんやから、好き勝手遊ばせてくれよみたいな話じゃないですか <laughs>。でね、あの、まあ、いつも通りこんな感じでね、あの、スクショ撮って、ツイッターにこんなやつおった、こんな大人になりたくねえな、みたいな、そんな話をね、しとったんやけどね、そこでね、ふとね、なんか、 あの閃いたわけよそうラップが <laughs> なんかねすごいなんか韻を踏,ん踏み始めてね頭の中で、うん、ふっと浮かんできてさ「あれこれラップ作れるんじゃね?」みたいな <laughs> あのリリックをリリックを並べてライムをねあの奏でれるんじゃねえと思ってさあのラップなんてよくわからんしさねやはりインを踏んだりとかさなんかそういうことでしょ からんんんけどさ、なスススラスラスララと出てきてきねあの考えたんですよ、ラップを <laughs> だからね、ぜひここで、ね、あの紹介したいなと思いましてね,あのお前のね、お前の YouTuber じゃねえのかよみたいなことね、いやいやい,やい,やいや言ってねあの、広告つける、ね、広告つけて収入得るのがお前の役目じゃねえのかよみたいなこと言ってくるからさ、じゃあそうしてあげようと思って。<laughs> ただね、あのちょっとね、 あのラップの付け方ってよく分からんからさ、あの曲がないのよ。うん、歌詞しかない、うん。だからまあちょっと口頭で読み上げになるんだけどね、ぜ、あ、ひ、のー、ねあの、音楽をつけてくださる方がいましたら、何、うん <laughs> あのー、て言うんだろう、なんかぴったり、この歌詞にぴったりな音楽を見つけたりとか、あと自分でなんかね、あの曲を書いて、オリジナルの曲をね、この歌詞に付けてくださる方がおったら、ね、ぜひ、あのー、 ね、もう自由にあのこの動画は、えー、クリエイティブコモンズって言ってあの動画のあのー、天才って言ったらちょっと違うけど、うん、別のチャンネルにこの動画貼っていいよみたいな許可はあのー、出すような、あのー、設定にはしとくんで是非、はい、ねあのちょっと歌詞を改良してもいいですしっていうのでうん <laughs> じゃあちょっとねあの前置きは長くなりましたけど、あのー、歌詞の方ちょっと聞いてもらいましょうか あの頃ヤンキー。今じゃぼやっきー。尻滅裂な言葉を並べて、倒したつもりでやったーまん。しょうもなコメントポチッとな。そんなんだからぼっちよな。煽りのつもりで草つけてるけど、日本語不能で草生えん。自分の名前のあんみつのように日本語能力とろけてる。毎週毎週やられてるように、勝ってるつもりでやられてる。どことは言わんがやられてる。どうせ都合が悪くなったら、別の動画にとんずら。 だけどお前には感謝してるぜ人生初めてラップが作れた感謝の気持ちと広告を込めて動画を作ってお仕置きだべという感じの動画っていうかラップ <laughs> を作りました <laughs> どうですすごいでしょ <laughs> いい感じじゃない <laughs> 人生初めてのラップですよはいここまでちゃんと作ったのは人生初めてですねなんか韻を踏んだ言葉みたいなことはよくねあの言うんだけど なんかラップ形式というかさでもラップってこんな感じでしょなんか誰かと、ね、すごい偏見だけどさねえあの誰かに対するディスリと何かに対する感謝を伝えときったなんかラップっぽくなるでしょ <laughs> ねあのちょっとドロン城様を入れれんかったんがねあのちょっとね心残りなんだけどね <laughs> うんいやちょっとやったーまんにかけてねあのやってみましたよ <laughs> いい感じだと思いませんあのぜひこれにね、なんかね、合う音楽をなんか探しとるんでね、もしもなんかその音楽が見つかったらコメント欄とかに書いてくれれば、あのもちろん URL 貼ったらあの弾かれるんで気をつけてください。なんかタイトルとかはあの書いてくれたらね、その動画をね、なんか参考に、まあちょっと著作権あるやつはちょっと厳しいかもしれんけど。うん <laughs> だからね、あの、もしそういうのがね、発見されたら、えー、それをもとにね、完全なね、ちょっと、ちょっとっていうか、かなり真面目にラップを歌うっていうあの動画を作りますんで。<laughs> いやー、面白いね。うん。こういうのってね、なんか。 YouTube。こんなアンチでも何でもないからさ。あの、なんかね、それこそ虫みたいなもんだからさ。あの、別に傷つくとかそんなんじゃなくてね。むしろこういうコメントがあるからこうやって動画のネタにできるわけですから、逆に面白いわけですよ。どんどん来てもええんやでっていうね、あのそういうコメントは歓迎してますから。はい。<laughs> いやー、なんかね、あの、クリエイティブなあの時間を過ごせてね。まあ、こんなクソ。 しょうもないコメントでもね、まあ、物は使いようかなっていう。まあ、バカとハサミは使いようなんてよく言いますけど、まあ、そういうことなんじゃないかなと思います。はい。<laughs> まあ、特にね、こんなしょうもない話で、ね、時間潰すのもあれなんで、もうそろそろ終わりたいと思います。まあ、もうそろそろというか、もう終わりたいと思います。はい。<laughs> 以上、おまみれでした。はい。もうなんか、いいね。YouTube って面白い。